福岡大学は今日が一般入試の合格発表です。ただ今年から掲示板ではなくインターネットでの発表となったため受験生の姿は見られません。福岡市城南区の七隈にある福岡大学、およそ2万人の学生が通う西日本最大級のマンモス校で、今年は一般入試の前期日程などに3万9709人が受験し、このうち1万5014人が合格。平均倍率は 2.64 倍と昨年度を若干下回りました。おはようございます、高田住宅でございます。おめでとうございます。大学の近くにある不動産会社です。今日は合格した受験生やその家族から物件に関する連絡が相次いでいました。10時行くからってことでね、もう即連絡いただきまして、はい、とっても嬉しいですもんね。大学生にとって楽しみの一つでもある一人暮らし。福岡大学に通う学生に今の家賃を聞きました。家賃ですか？2万4000円です。一人暮らしだと楽ですね。あんまり親の強制とかないし、自由にできるんで、そこがいいですね。3万5000円ぐらいですね。安い方だと思います。5万ぐらいですね。全国大学生協連が実施した2021年の調査によると、一人暮らしをする学生の1ヶ月あたりの支出は、全国平均でおよそ12万5000円。自宅生のおよそ2倍です。さらに支出の内訳を見ると、住宅費が4割以上を占めています。一方、保護者の仕送り額は全国平均でおよそ7万2000円となっています。合格発表の2日前、大学近くの不動産会社では広島から来た親子が部屋探しをしていました。綺麗だったらいいなと思って、あとは駅とかが近かったり、人通りが多いところが安心かなと思って探しました。そうか、5万円ぐらいですかを考えてます。やっぱり初めての一人暮らしでこっちに来る予定なんで、やっぱりまあ安心、離れて暮らすことになるので、やっぱその安心感が欲しいのと、まあ、こちらのお部屋ですが、非常にゆったりとした広さがありますね。そして南向きということですので、非常に明るく感じられますね。福大前駅の隣の駅、七隈駅から歩いて2分の場所にある賃貸マンション。福大に通う女子学生専用の物件で、家賃は共益費込みで4万9000円から。オートロックはもちろん、1K タイプの部屋にはシャンプードレッサーがついています。例年だとすぐに満室となる人気物件ですが、今年はこちらの物件がですね、毎年12月頃にはですね、3月の待機予定も含めて全て申し込みが入ってたんですけども、今年はですね、今2月の段階であと5部屋ですね、募集しておりますね。今までにはなかった傾向なので、これがおそらく地下鉄延伸の影響が少なからず出てるのかなというふうには感じますね。一方、こちらは福岡大学から歩いて10分ほどの場所にある福大生専用のマンションです。こちらのお部屋なんですけれども、部屋の大きさが8畳ですね、あります。で、オートロックで鉄筋コンクリートですね。で、部屋の向きが全戸南向きになってます。人気物件を扱うこちらの不動産会社も、地下鉄の延伸開業による影響を気にしていました。今度から博多駅から直通になりますから、だから自宅からの通学時間が短くなるからですね。それによって探しに来る方は昨年度よりは減ってるなっていう感じはありますね。この前も推薦入試の時に北九州からの男の子とお父さんお母さんが探しに来て迷ってました。福岡市の城南線などを走る地下鉄七隈線、来月27日に天神南から博多駅までの延伸区間が開業します。これにより
JR との乗り継ぎがスムーズになり、博多駅から福大までは天神で乗り換えることなく直通で通学することができます。大学周辺の不動産会社ではすでにこんな動きも。北九州方面、もしくは熊本の玉名とかですね、その実家が比較的通える範囲の方は、1年生で2年生の方でもですね、退去の届出を出された方がいらっしゃいますね。定期代と家賃が大体同じぐらいの価格帯っていうふうにおっしゃってましたので、あとは水道光熱費がかからなくなりますので、多分実家暮らしを選ばれたんだと思いますね。別の不動産会社でも同じような動きが。もう単位大体取ってしまったんで、もう4年生になると週に1回とか2回で良くなるんで、で地下鉄ももう伸びるから、もう家から通おうかなということで、結構の数の学生さんが3年生でアパートを解約して退去した方が多いです。弊社の場合はもう副大生さん専用の物件しかほぼ扱ってないんで、実際困ってるでも困ってますね、はい。